わかる？わかりません。わかる？いらっしゃいませ。ニューレディの生野浩二久代です。本日のご質問は、自分は結構髪の毛が薄いです。初対面の女の子と会うときは帽子でごまかしますが、2回目にカミングアウトをすると音信不通になります。もう諦めた方がいいのでしょうか、という30代男性からのご質問です。ちなみにご相談者の方は、開き直って最初からありのままの自分を出すと最初のお誘いから返事すら来ないとのことでした。わかる、諦めないで、あれ諦めないで。これがマヤミキの真似だってわかる人がいないと思う。薄毛がモテないということは絶対にありません。渡辺謙さんを見てください。世界中でモテモテです。まずはっきりと薄毛が苦手な女性には労力を使わない、相手にしないということを決めましょう。そして薄毛を気にしない、もしくは薄毛男性が好きだという女性もたくさんいますので、そこにアプローチをしていくというのが私はいいと思います。ただ薄毛にもモテ薄毛とそうでない薄毛というのがありまして、ポイントは清潔感です。髪は短くするか坊主というのが薄毛の方の清潔感を維持するにはいいと私は思います。薄毛だけでなく、ふくよかな体型とか他にもコンプレックスいろいろあると思うんですけども、そういった方々も探せば必ず自分のマーケットというのはあります。絶対にね、そのコンプレックスも含めて好きっていう方ってのは探せば必ずいるんですね。だから視野狭窄に陥らず、今はネットでマーケットへのアクセスがかなりやりやすくなっていますので、ターゲットを絞ってそこにきっちりアクセスしていくっていう努力は必要なんじゃないかなというふうに私は思います。ちなみに私は薄毛の男性を見ると男性ホルモンの爆発を感じて興奮してしまいます。爆発だ。以上、こんなん出ました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。またねー。